では一昨年泉市の養鶏場で今シーズン県内一例目となる高病原性の鳥インフルエンザが確認されたばかりですが泉市の別の養鶏場で今日二例目が確認されました。高病原性の鳥インフルエンザが確認されたのは泉市高尾の町の養鶏場です。 おととい確認された県内1例目となる出水市平和町の養鶏場からおよそ2.5キロ離れた場所で県は現在この養鶏場の鶏1万1000羽の殺処分を行っています県内の養鶏場で1シーズンに2例鳥インフルエンザが確認されたのは今回が初めてです立て続けに鳥インフルエンザが発生した出水市では関係者が慌ただしく対応に追われました 今とは非常にこの感染のリスクが高いというふうに言われておりますので、早期の収束ができますように、全力で検討協力しながら取り組んでいきたいというふうに思っておりますこの養鶏場から半径3キロ以内の25の農場では、ニワトリなどの移動が制限され、半径10キロ以内でも、区域外への出荷や移動が制限されています。 県は引き続き周辺農場でニワトリが大量に死んでいないかなど状況を調べています。